沢田研二&ザ・ピーナッツの伊藤恵美、若い頃の離婚理由と昔のツーショット写真がヤバすぎる。俳優、歌手として長年にわたって活躍された沢田研二さんと、双子女性デュオとして活躍されたザ・ピーナッツの伊藤恵美さん、かつてお二人は結婚されていたことがあったのです。今回は沢田研二さんと伊藤恵美さんの結婚・離婚エピソードについて紹介しますよ。結婚までの馴れ初めは、沢田研二さんと伊藤恵美さんが結婚されたのは1975年6月、沢田さんが27歳で伊藤さんが34歳の時のことでした。当時の沢田さんは日本でもトップクラスの人気を誇る歌手。1973年にシングル危険な二人でソロ初のオリコン1位を獲得し、第4回日本歌謡大賞を受賞。1974年リリースのシングル追憶もオリコン1位となるなど、ジュリー人気が完全に固まった頃だったのですね。一方、ザ・ピーナッツは1975年2月に引退を表明。4月には所属していた渡辺プロの主要タレントがほぼ総出で見届ける中、盛大なさよなら公演を行い、惜しまれつつも芸能界から引退されたばかりという時期でした。1959年のデビューから16年間にわたって紅白歌合戦に出場を続けるなど、引退の時もなお人気を維持していたザ・ピーナッツ。そんな2人の引退の理由には伊藤さんの結婚が影響していたのでしょうか。実は沢田さんと伊藤さんは結婚以前に7年間交際していたと言われています。2人の馴れ初めなどについては不明なところが多いのですが、仕事上の接点としては沢田さんがザ・ピーナッツに東京の女など数曲の作曲提供を行ったというものがあります。沢田さんがザ・ピーナッツに初めて楽曲提供を行った東京の女のリリースは1970年。この楽曲提供が2人の馴れ初めだったとも言われていますが、確かに楽曲制作時期などを考えると7年交際という情報と矛盾していないかもしれません。7年交際が本当であれば、沢田さんが伊藤さんと交際を開始したのは20歳の時ということになります。事務所の大先輩であるザ・ピーナッツに楽曲提供を行っていたのもすごいですが、20歳にして先輩の伊藤さんと交際されていたというのもなかなか驚きのエピソードですよね。当時は結婚の正式発表前から沢田さんと伊藤さんの交際について報じられたこともあった模様。当時の沢田さんの女性人気はすごいものがありましたし、別の引退理由についても特に見当たりませんでしたから、やはり伊藤さんの沢田さんとの結婚は少なくともザ・ピーナッツの引退理由の一つにはなっているのでしょう。昔の衝撃エピソード。人気者同士の結婚であった沢田研二さんと伊藤恵美さん。特に沢田さんは名実ともにトップアーティストだったのですが、2人はなんとステージ上で沢田さんのファンに対して挨拶を行われたのでした。6月4日に結婚発表を行ったお二人、結婚式は比叡山延暦寺で行われたのですが、同日に沢田さんは比叡山フリーコンサートを開催。ステージに伊藤さんも上がり、2万人のファンの前で結婚の挨拶をされたのです。なんともド派手な結婚エピソード。引退後の伊藤さんが表に姿を現した貴重な機会でもあります。結婚発表は渡辺プロ、渡辺新社長の付き添いで帝国ホテルにて行われたのですが、実は本来結婚披露宴も帝国ホテルで行われる予定だったとか。有名人の2人ですから、大物政治家も主賓に招かれるという話だったようですよ。ところがその話を聞いた木村秀樹プロデューサーが、布施明や森進一と張り合うような格好悪いことをするなと言い、比叡山でのコンサートを提案したそうですよ。昔の離婚エピソード。一人のお子さんが誕生し、順調に夫婦生活を送られているように思われた沢田研二さんと伊藤恵美さんですが、1983年、沢田さんの不倫が報道されてしまうのです。お相手は1982年、男はつらいよ、花も嵐も虎次郎で共演した田中裕子さん。年齢で言えば沢田さんの7つ下、伊藤恵美さんの14つ下になります。その後1986年8月には沢田さんと伊藤さんは別居、1987年1月には離婚が成立しました。反対に言えば不倫発覚後も4年ほどは一緒に住まわれていたのですね。夫の不倫や離婚についてメディアに語ることはなかったという伊藤さん。一方で2人の離婚の際の慰謝料は
18億1800万円にも上ったと報道され、衝撃を呼びました。1989年に澤田さんは田中さんと再婚、一方伊藤さんはその後生涯にわたって独身でした。結婚後澤田姓を名乗っていた伊藤さんは離婚後も澤田姓を名乗られ続けており、息子のためを思って澤田姓を名乗られ続けたのではないかと言われていますよ。昔のツーショット写真集、澤田さんと伊藤恵美さんの昔のツーショット写真をまとめてみましたよ。澤田さんと伊藤さんの結婚記念で雑誌に掲載された記念グラフです。とっても華やかなお二人の一枚です。夫婦で立ち並ぶ姿も様になっていますね。比叡山での結婚披露コンサートでの一枚です。二人の表情がとても幸せそうです。結婚会見の時のお二人です。お二人とも笑顔ですが、和やかなムードで会見が行われたのでしょうか。お二人の当時の関係性がなんとなく見えてくるような一枚ですね。まとめ、今回は澤田研二さんと伊藤恵美さんの結婚離婚エピソードについて紹介しました。伊藤さんがほとんど語られなかったために謎が多い二人の離婚、不倫をした澤田さんのために伊藤さんが身を引く形で離婚したのではないかという噂も残っていますよ。